朱色5号を地色とした木ハ35系。朱色5号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。それまで機動車に使用されていた朱色4号よりも少し明るい色で柿色とも呼ばれる。1975年に大宮工場で相模線のキハ10系に試験、採用したのが最初である。これは塗装工程の簡略化を狙ったもので。 首都圏の先区から始まったことから首都圏色という通称で呼ばれていた。その後1978年の塗装規定変更により、本色は首都圏以外にも波及し、事実上の一般系機動車標準色として使用された。一般型機動車は元より、すでに格下げ仕様が主体となっていた、キハ55系の一部にも波及した。また、この頃に登場した、 キハ 40K では製造当初から本、色が採用された。登場時期が国鉄末期と重なったこともあり、十分な車体洗浄がなされなかったことや、この色自体が汗やすかったこともあり、乗客や趣味者の間での評判は決して良くなかった。希少としてタラコ色とも呼ばれ、退職が進んだものは焼きたらことやゆされることもあった。 国鉄分割民営化を目前にした1985年頃から、ローカル線のイメージアップのため、一般型機動車でも、線区ごと地域ごとのカラーリングが採用されることになり、特に JR 発足後は、急速に使用例が減少した。本、色を一般型機動車の標準色して使用し続けたのは、西日本旅客鉄道用名護市社のみとなった。 このように地域ごとの独自の塗装への塗り替えが進んだ。結果、かえってこの、首都圏色がレトロな国鉄カラーとして注目され、2000年代以降リバイバルカラーとして登場する事例が見受けられるようになった。この、リバイバルカラーとしての首都圏色は、国鉄時代に存在しなかった車両に塗られた事例も、ある。一方 JR 西日本では2009年12月から、経費節減の一環として、 塗装工程の簡略化を図ることや、転属時における再塗装を省略するため、米子支社以外の支社でも起動車の標準色として、再び朱色5号の単色化が進められている。そのため、国鉄時代に存在しなかった、キハ1 2 0系2 0 0番台も、本塗装に変更されている。朱色5号に塗装変更された、キハ1 2 0系。ありがとうございます。